はい、えー、それではですね、えー、今回は、まあ、効果的なサムネイルの設定方法ということで、えー、お話ししていきます。はい、えー、こんにちは。はい、えー、それではですね、今回は効果的なサムネイルの設定方法ということについてお話ししていきます。でサムネイルというものとはどんなものかといいますと、まあ、要はですね、ここにこういうふうに表示されるときに、この 表示されるうー画像ですね。これが静止画になってますけども、これは静止画っていうのは、えー、基本的にランダムに、えー、と動画の中の、えー、1シーン、1シーンをですね、勝手にこう反映されるわけですね。なんでこれをサムネイルっていうんですけども、これをまあ可変更したりとかしていくというような話です。で、サムネイルっていうのはここにあるんですけども、例えば、えー、これになって、 これだとこれとこれ勝手に抜き出しているサムネイルっていうのがこの3つに分かれていてこのどれかを選択できるようになっていますただまあこれ以外でもねあの全然大丈夫なんですけども、えー、とこれできればねできればなんですけどカスタムサムネイルっていうので自分で、えー、と例えば画像をね作ってそこにアップしたりとかっていうのがあできるようになるんですねただ、まあ、これをやってるとですねやっぱり1個 動画をアップロードするにつき、毎回なんかその、えっと、サムネイルを作るっていうねその、えー、画像を作るっていうねあの手間がかかってしまいますので、えー、それはもう本当に慣れてきてで画像も軽く編集できる、まあ、軽くね軽い編集ぐらいだったらまあ本当に、えー、1分でできますみたいな、まあ、そういうレベルの人がいればね、是非やってほしいなと。 思うんですけども、そこまでのスキルとかね、パパッとできるのできないというのであれば、この3つから一番効果的だと思うようなサムネイルを選んでください。できれば、このサムネイルっていうのは、こういうふうにね、あの、人、人物がこういうふうに映っているサムネイルの方がクリックされやすい、反応が取れやすいとされていますので、えっと、なるべく顔が まあこの3つの中で、ね、顔あり顔なし顔ありとかだったらなるべく人間が正面を向いてちゃんと笑顔だったりというのを選択してサムネイルに設定しておいてください、はい、でまあ実際は先ほど言ったねこういうサムネイルでさらにここにねなんかこうよくね有名な YouTuber とかね えー、ヒカキンさんとかやってると思うんですけど「何々で、ね、何々する方法」みたいなね本当は、えー、そういう文字を入れた方がね目立つし、えー、とクリックされやすいんですけどもできる、まあ、例えばねスタッフさんとかがいたら頼んで買お買おうと。 タイトルを分かりやすく入れたりとかすればいいと思いますけどもささっとねそこに時間取られるぐらいだったらもう動画新しいのアップした方がいいのでその辺の優先順位をしっかりやりながらまずはこの3つで一番そういうのを意識して一番それに合ってそうなサムネイルを選択して設定してやっていくとでできるのであれば余裕があれば自分でそういうサムネイルを作っていくというような感じで進めていっていただければなと思います それでは、今回の動画は以上です。ありがとうございました。